ねえ一味、これから言うのはただのぼやきなんだけど、過去なんか振り返らないって俺は決めてるけど、どうしても昔の本丸のことを思い出す時があってさ。ナマズを、それはそうだ、わかるよ。主がいた時のこと思い出すと胸が苦しくて、でもだからこそ思うんだよね、過去を見るんじゃなくて未来を見て頑張らなくちゃ。ああ、とても立派な考えだ。ありがとう。やっぱり俺はこの姿勢でいく。過去なんか振り返ってやらないよ。俺はこの先の未来をより良くするためにたくさん頑張る。一人もそうだよね。もちろんだと思う。同じ第二部隊の一員としてナマズオに負けないほど邁進してみせるよ。俺だって負けないからね。はーい。秀次事件は混戦模様ですね。自陣命令を伝える使者たちが襲撃されている様子。へえ、官兵衛は俺たちが秀次を守ったところに目をつけたか。機転を利かせたものだな。やはり黒田官兵衛だけは他と違う。軍師たるゆえか、状況を先読みできているようだ。官兵衛は秀次を生かそうとしているのか。なぜ。豊臣秀次は曲がりなりにも現関白で豊臣氏の後継者、謀反を起こすならば担ぎ上げるべき男だろうな。豊臣秀次の生死は大きな意味があるわけか。となれば自陣を進めるなど気は進まないが、豊臣秀吉の命令しかと届けよう。新たな流れが検知されました。他の者の見せ場も。俺に構うな。いる奴がいるな。まずはあいつを助けよう。良いところに来てくれた。まさに天の助けよ。やるしかな。消えろ。救援感謝いたす。化け物に襲われ仲間とはぐれてしまったな。わしも皆を助けねば。今参りますぞ。残る死者はこの先で。では邪魔な門番君にはどいてもらおう。これで片付ける。他の連中はこの先かな。急いだ方が良さそうだ。だが門の向こうにまだ三成殿は。ここの門は開かないな。迂回するしかなさそうだ。三成殿、今助けに参りますぞ。
たちまで閉じ込めるとは、敵からの挑戦状と受け取ろうか。受けて立つ。この辺りの敵を倒すぞ。死者はあと一人か。なんとか間に合ったかな。化け物相手では我が武勇も刀なしよ。スパンが助け出し願う。このまま荒野山まで護衛しよう。やはりただでは通らせてくれないか。速やかに済ませようと。ぶった切ってやる。敵に死を与えたい。調査完了だ。これで豊臣秀次に伝令が届くだろう。ああ、おじからの身勝手な命令だね。修復が進みました。演算結果が変動。豊臣秀次の自刃が確定しました。なお一族老頭も合わせて処断されたようです。秀吉の後継者は秀次ではなく実子の秀頼に移っていくわけか。これで史実の通りなのか。むごいな。では本来ない流れのままの方が良かったか。いや、役目を見失うわけにはいかない。分かっているじゃないか。歴史のあるがままを守る。俺たちの目指すものは一つだ。また強くなるか。おや、また陰気な偽物くんがいる。
それにいつもよりどうもまとう影が濃いよ。どうせ俺は陰気だ。だから戦場でも俺の偽物にかき乱される。ああ、なるほど。戦場では俺の偽物は出なかったからな。偽物くんが二振り生じた方が不気味で恐ろしい。だからあれほど騒ぎになったのかもしれないね。そうか、俺は不気味か。なんだ、そこまで声を落とすことか。言っていただろう、陰気な仲間はやりづらいと。不気味の域まで達すると、いよいよ改めなくてはな。今度は軽い闇を深刻に受け止めすぎじゃないか。何なんだよ一体。頑張ってみるよ。では始めましょう。任せておいて。これでいいんだよね。黒田官兵衛の動きはとどまりませんね。聚楽帝への襲撃を開始したようです。俺たちも聚楽帝に入るぞ。歴史改変はここで食い止める。黒田官兵衛なら俺たちが来るのは想定済みだろう。守りは固い。気づかれずに潜入したいところだ。新たな流れが検知されました。なるほど、映しない。よろしくと言っておくよ。偽物予想通りとはいえ警戒されているな。見張りに見つかれば間違いなく騒ぎになる。まずは潜入できそうな場所を探そうか。奴らに見つからないようにな。あいつらの動き、決められた場所を見張っているようだが。単純な動きで芸がないが、おかげで見ていない隙に通れそうだ。ここまでは順調だが。くそ、化け物ばかり。俺は逃げるぞ。なんだお前たちは。豊臣の陛下、化け物を倒しに来たが、城内にはどのように入ればいいのかな。それはありがたい。東の方にある兵士用の通路を使ってくれ。うまく聞き出したな。そちらは随分静かだったけどね。東へ向かうぞ。都合よく門も開いたようだ。
なんだあれは。まるで虫のようだ。時間即応軍なのか。あんなもの見たことがないぞ。得体の知れない敵と戦うのは危険だ。今はあいつを避けて先に進もう。あるのはこの辺りか。なんだ人か。こんなところにまだ兵がいたのか。城への道を間違えたか。城への通路ならここに来る途中の橋を渡ればいい。だが中は化け物だらけだぞ。こっちにもいたのか。走るぞ。振り返るな。ここには入ってこないだろう。なんとかしのいだかな。ソラ、任務が終わったぞ。なんだあの妙な風貌の敵は。これまでに見たことがないぞ。あれは義士の流れを守る者。時間即応軍なのか。残念ながら転送された情報は一部破損しており、正体不明です。しかし分かることは一つ。あの謎の存在は間違いなく強敵です。次の機会があればどうぞ心してかかってください。本当に不愛想なクダギツネだね。今になって言うことか。強襲調査が危険な任務ということは分かった。それでも引けないのに変わりない。どんな相手だろうが阻むのなら切るだけだ。秀吉様、私は本当にあなたの天下を望んでいた。ですがこれはいただけない。秀次様への処遇も非道にすぎる。理想とは遠すぎる。私はどうなろうとあなたには心を取り戻してもらわなければ。それが一つ目の願いだ。
前より強くなれたかな。では始めましょう。好きにしろ。構わないぜ。この先に待つのは黒田官兵衛と豊臣秀吉の真っ向勝負。ただの観客ならば面白いだろうけれど、俺たちには使命がある。あるべき流れの通り官兵衛に引いてもらおうか。歴史を守る上でも本丸のためにもそれが正しいな。ただ本来ない歴史の中で惑わされたのならば官兵衛も被害者だ。せめて心を取り戻すことを願う。へえ。同情など刀剣男子らしくないかもな。ただ俺個人としてはそう思う。まあ勝手にすればいい。参るぞ。余裕が出てきたか。待ち受けているのはあの妙な虫かもしれない。新たな流れが検知されました。他の者の俺に構うな。この偽物くんのお守りをすればいいのか。ヤマンバ退治だ。俺の仕事じゃない。時間がありません。黒田官兵衛が豊臣秀吉に迫っています。急ぐぞ。目的を取り違えないように。今は黒田官兵衛に追いつくことが最優先だ。よくどうだ。不要な戦闘を避けるのも一手か。嫌味なくらい絢爛な作りだ。なんだあれは。虫の鱗粉。あいつの攻撃か。範囲が広い。厄介だな。こうも早くこいつと再会することになると。だが今回は倒すまでここを通してはくれないらしい。無駄だ。
なんとかなったな。くそ、時間を取られたか。ずいぶん反応されている。悪いな、時間素行軍に構っている暇はない。時間に余裕がありません。注意してください。あまりここで時間を使いたくはない。無駄だ。勘弁。やはり現れた冒険男子。豊臣秀吉は殺させない。あんたも心を取り戻せ。私は秀吉様にお話がある。邪魔者は排除させてもらおう。やれやれ熱く呆れたもんだな。とうとう豊臣秀吉、早く安全なところへ退避。お前たちあとは任せ。生かして捕らえてくれ。頼む。あんたは秀吉の天下を望んでいたはずだ。この秀吉を手にかけてどうする。血で汚れているくらいでちょうどいい。俺だ。そう、それが私の望み。無駄だ。私が秀吉様を正す。それだけのこと。相手に少し疲れが見えてきた。手を緩めるなよ。当然だ。必ず。ここで止めてみせる。無駄だ。私策、ここで終わりにするものか。ソラ、任務が終わったぞ。どんなに強くなっても所詮は写しだ。くそ、どういう状況だ。黒田官兵衛を飲み込んだ虫、以前見たものよりも明らかに手強そうだな。あれこそ義士の中核を守っていると考えてよさそうです。必ず倒してください。
おじけづいたかな。まさか、ヤマンバギリの切れ味を味わわせてやる。行くぞ、ヤマンバギリ、長儀。ああ、わかった。偽物くん。新たな流れが検知されました。ああ、俺に構うな。さっきの虫はこの先か。庭園のあたりか。戦いやすくていいじゃないか。鋭い爪も出すぎるな。お前こそ。そこだ。何だ、嫌な予感がする。やる気かな。消えろ。敵が崩れた。こう来た。ああ、遅れるなよ。終わらせるか。分かっている。まったく、お前と肩を並べて戦うのにも慣れたもんだ。主が見たら驚くだろう。どうかな。好機だな。俺も行く。食らって倒れろ。終わったな。来るぞ、警戒しろ。切ればいいのか。これで片付ける。しぶといな。他と違うのは図体だけではないらしい。何度だって切れ。それだけだ。速やかに済ませようか。そこだ。ぶった切ってやる。敵に死を与えたよ。以前この戦いを乗り越えたら話がしたいと言ったな。敵にやられたくなければ集中しろ。話などその後でいくらでもできる。また来るぞ、気をつけろ。やる気かな。消えろ。あと一息だ。行くぞ。ぶったぎる。さて、任務完了。本領を発揮しよう。
まあこんな付き合いも一興かな。存外大したことはなかったかな。そちらは息が上がっているようだけど。お前こそ。だが悪くない戦いだった。さて、紺之助、歴史の流れはどうなった？あ、生死の範疇に収まりました。第五部隊の調査はこれで成功になります。私は先に失礼を。次の調査へ第四部隊を案内します。やれやれ、慌ただしい。他の部隊もなかなか手こずりそうだな。不可解なこと続きだったからな。騎乗次第見てきたことを各隊長に周知しよう。異論なし。それからさっきの働きだが、かろうじて旧大手といったところかな。改善すべきところはまだ見られるが。それも伸びしろとして受け取ろう。秀吉様への裏切り、許すことはできません。覚悟なさいませ。よい三成、黙っていろ。勘兵衛、こたびの申し開きはあるか？いえ、何も。不思議なことに今は魂から何かが抜け落ちたようで、自分がしてきたことが信じがたいのです。まあわからぬでもない。大きな望みを生かそうとすれば自分すら変わるもの。わしも手は汚れ、目はギラつくばかり。しかし天下人として歩み続けるしかないの。おふっと者たちの恨みつらみにまみれても、我が子がためこの豊臣の天下は守りきる。お心しかと受け止めました。こたびの無礼、誠に申し訳ございませんでした。お見事。あの場所が賑やかになりますね。前より強くなれたかな。